カツさん。何？今のうちに1個だけ聞いていいですか？今もなかなか壊れへんよ、体って。死ぬ気でやっても死なんから大丈夫。ごめんね、なんか石川さんも覚えてる。いや、今来たぞ。俺今来たぞ。笑って言うんですか、それ。この感じがどうなるか。そうですね、この辺がちょっとすごいから、ね、もうゆるゆるなんて、はい、こんな感じだった。おはようございます。もうすっかり一日密着も慣れてきました。いや、ほんまに今日は結構ね、今までで一番ちょっと朝が早めですけど、まあ、そうですね、そう、今日もスケジュールみっちりやからさ、あ、しくしく頑張るよ。頑張りましょう。いや、暖かくなってきましたね。そうそう、暖かくなってきてさ、このコートも可愛くない？めっちゃエレガントで。そう、マックスマーラーです。あ、評判いいですね、マックスマーラーの。マックスマーラーめちゃくちゃ評判いい。シフコーデ。そうそう、これなんかすごいシャカシャカで、ちっちゃく折りたたんでも、なんていうの、シワにならないし、エレが大きくて顔もちっちゃく見えるし、いいですよ。しかも軽そう。そう、すごい軽い。で、ちょっとなんかふわっとしてて、女の子らしいシルエットでしょ。お互いの話とかをズームを通じてして、なんか、その後発展していけたらいいなっていうところで、今からちょっとズーム会議します。はい、実りあるミーティングになりました。実りあるミーティングになりました。というかね、毎回絶対に実りあるものにしようと思っていて、まあ、みんなそんな当たり前だと思うんですけど、なんかこう向こうの時間もいただいてるし、なんかその時間を絶対無駄にしたくないなって思うんで、なんかその私たちにとってメリットがあるっていう状態にならなくても、相手にとってメリットがあるっていう状態になってくれたら、それはそれで OK だし、で 私にとってもプラスになるなってことがあったら、それはそれでなおハッピーやなと思うし、っていうことはもう常に思ってる。じゃあもう実りあるかないかじゃなくて、もう実りを作る。作る。なるほど。そうそうかな。めっちゃいい言葉ですね。でもなんか役に立てそうなことがあるなってすごい自分が思えるミーティングだったんで、よかったなと思います。2018年、さすが店長。年半です。結構もう何着も作っていただいてるんですか？全然作って、そうそう、いやでもまだでも3着みたいな、うん、はい、今日もオーダーしてくださって、うん、うわー、素敵ですね。いいの決まりました。ありがとうございました。あれで10だ。どれでした結局？私あれおすすめのあれになってるやろうな。あれってあれか。よかった、絶対それがいいと思う。あれもう距離近くて、なんかニュースっぽいなって思いました。そうでしょ、なんかやっぱ一回初めて会った時にもうグッと距離が近くなるのと、なんか遠慮し合う関係じゃなくて、いろんなことを本音で言えるような関係がやっぱミューズらしさなんで、なんかそこはなんて距離はやっぱ近いと思う。でも楽しい、すごい。どういう感じ？大阪のお客様で、東京に、仲のいい友人がいて、で2人でこうジャケットとかシャツとかをプレゼントし合って、それの納品に今日東京に来てくれてて、まあ、でオーダーもしてくれたみたいな感じ。プレゼントとかでも結構使われるんですね。そうやね、結構その大阪圏っていうのがあって、ギフトとかで本当男性から女性にもリリースサイズをやってることで送ることができるし、本当友人同士でプレゼントし合ってなんか作ったりとかで、あなたはじゃあどんな気持ちで作ったとかって言い合って、じゃあこれ着て一緒に 夢を目指そうやみたいなこととかめっちゃある。なんかじゃあもう人がつながるスーツみたいな感じですね。そうやね、めっちゃいいこと言うよ。もしもしくはさすが。ありがとうございます。作ったタスクをさばくのってやっぱりもう根性とかでやってるんですか？もうとにかくスピーディーにやる。とりあえず時間ないんで、時間ないというかもうないんで、六本木行って、あとはタクシーで返事返そう。OK です。OK。カツさん。何？今のうちに1個だけ聞いていいですか？質問コーナー。マジでまたそんな鬼のことしてきた。橋口くん、新シリーズ、移動中に質問コーナー、うん、移動中にさ、まだめっちゃ連絡あるんやけど。あ、いいよ、じゃあ連絡も返しながら質問コーナーも やるっていう。やりましょう。聖徳太子的な感じです。最近の睡眠時間って何時間なんですか？最近は6時間ぐらい寝てるよ。あ、でも一番忙しい時に、なんか1時間、うん、2時間とか言ってたじゃないですか。いや、そう寝る量と、ご飯食べる量は。時間もったいないから、は
あれって体壊さなかったんですか？ああ、なんかね、倒れたことはあった。なかなか壊れへんよ、体って。チルチルやっても死なんから大丈夫。女子の私でさえそんなできんねんからさ、男の子なんてもうその余裕やって。もう気持ちで負けたら終わり結局気合いみたいな結局気合いなみたいな。この感じがどうなるか。そうですね、この辺がちょっとすごいから、ね、もうゆるゆるなんで、はい、こんな感じで。30秒ぐらいしか言ってないですよ、はい、ここに。本当申し訳ない。30秒こんな扱いなんで。30秒俺30時間ぐらい貴重だから本当申し訳ない。そんな扱いなんですよ。大好き大好き。怒涛の30秒打ち合わせ。ちょっと、よし、いきますよ次。はい、今からはミューズの経営にまつわるちょっとエトセトラというか、いろいろな多岐にわたる幸せがあるんですけど、それを松潤とします。コンサルティングしてもらってるような意味ですね。まあ、そうですね、ここの会社が大好きで、ここの会社のなんか目指しているところとかあり方がすごい好きで、ブラザーシップっていう会社さんなんですけど、今日だいぶねって言って、本当にお客さん その会社が進めたい目的に向けて、それを叶えていくために一緒に歩んでいく、二人三脚でやっていくっていうようなポリシーを持ってて、もうホームページに出てみてほしいんですけど、皆さんホームページにもそういうことが書いてて、なんか気持ちが重いとも抑えられへんかった、すごいと思って。でもその物込み立ち上げた当初ぐらいに出会っているので、なんかすごいミューズの歩みを知ってくれてる。カツさんとはどういった経緯で、カツさんがホームページ見てご連絡差し上げたんですか？我々のお客さんに紹介をしてもらったんですね。元々名古屋の事務所 で東京に出てきた時に、こう新しくスーツを作りたいなと思ったんですね。でお客さんに、どこがいいとこなんですかって聞いたら、めちゃくちゃいいところがあると。で社長が決算書を持って相談に行くスーツ屋があるっていうふうに言われて、それはめちゃくちゃ興味あるなと思ってご紹介いただいて、できたらなんか3、4時間話したんですよ。喋った、もう喋る。そう、すごくて、なんかスーツをなかなか作れない。そう確かになんかね、スーツをなかなか作れない。そうもあります。松原さんから見て、いろんな社長さん多分見てこられたと思うんですけど、勝さん、やだでもだって会って3時間スーツ作りに来てるのに、3、4時間別のこと話す、多分相当何か馬があったと思うんですけど、勝さんが一番違うなと思ったのはビルナリーであるってことだったんですよね。でそれはやっぱり僕らお客さんの支援をしていて、こう何年先まで見えるのかっていうので、やっぱ経営者の方のやっぱレベル感が違うんですよね。やっぱり現状が苦しいと1年先しか見えないんで、でも本当にできる人って長期を見えるんですよね。10年とかのスパンで見えるっていう。で、勝さんは100年先まで見えているっていうのがすごく面白くて、なんかこう今のペースでいくと、自分のやりたいことを90何年後にしか実現できないみたいな話をされてるから、この人はすごいなっていう。それがね、めちゃくちゃ感動しましたね。ずっとその100年先にこれは残したいか残したくないかとかっていう、もうそれがずっと基準なんだと基準にしてて、それができてると思ってて、でも出会ってその改めていろんなことをお願いしていくようになった時に、まだまだできてないものがあったなっていうことに気づいた。そう、斉藤先生、僕の何これ斉藤先生、めっちゃ足長いよ、分かれへんけど、なんかやばい、打ち合わせのオーダーが被るという奇跡が起きた。オーダーするオーダーすんねんけど、また被っちゃってるわけ、ブッキングしちゃってるわけ、分かる、橋口くん、ブッキングって笑って言うんですか、それオーダー中私たち打ち合わせがある。はい、下が続けてください。そうだよ、はい、こういうの作ろうと思う。マジで、マジの話。そうそう、東京進出の軽やかなやつをお願いしますって言って、オフの日に使えるようなゴルフイメージ。あ、ゴルフとか
ないよ。YouTube の企画の予定が入ってて、そうそう、でもすごいね、あのいいことを届けられると思うので、これはこれでちょっとまた見てください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。もう最後の、まあ、ちょっとお客さんたちと会食とあとは打ち合わせをちょっとするので、腹ペコやし、時間も貯める時間もないですけど、ダッと貯めてダッと打ち合わせしたいと思います。行ってきます。え、じゃあ僕も。はい、まあいいよ、欲しくても貯めよう。あ、マジっすか。じゃあ、来た。え、言ってみるもんですね。今日マジで何も食べませんでしたね。いやもう、食べる余裕だよ。てか、やばくなかった。それは分かった、マジで。やばいね、だってこれね、あの国内だけでもっともっとお客さん来てるんですよ。でも間に抜けてとかってなって、ただでさえもっとお待ちいただいてたりとかするのに。お疲れ様。お疲れ様でした。終わったマジで嬉しそう。いやいや、仕事は好きなんでいいですけど、まあ、ちょっと今日さ、結構いろいろ詰め込みすぎてたから、そうですね、もう何人の人と会ったかわからんぐらいになってます。今日の動画が、まあ、楽しかった方はもうほんとぜひいいねボタンとチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。バイバーイ。藤口くん帰ろう。帰りましょう。私たち帰ろう。帰りましょう。もう